った？あの一人で遊びってもいいけど、ここはそこのアスレチックかここの川がエリアとして分かれてるのね。で今川行くって言ったら川行くって言うんですよ。でアスレチック行くんだったら頭も今度アスレチック行くって、アスレチックか川どっちか行くときは言うんですよ。これが小さい小川ですね。ちょっとね、赤茶色の川ですけど、カエルとかオタマジャクシがいるようです。シャト、なんか捕まえた今日は。オタマジャクシ、ママが捕まえた。オタマジャクシ、大地も捕まえたよ。大地も捕まえた。山くんと大地はトランポリンをやる。予約しないとダメなの。後で予約する。レディーゴー。さあどっちが早い。頑張れ頑張れ、捕まえて。いけるな。捕まえた。見せて。はい。ん？何捕まえたの？これ。アメンボ？全部入れて。どれ？これ。それ捕まえたの？うん。それ土？うん。また土だらけになったの？そう。ねえ。すごいよ。いいの？何か？それでも。うん、すぐには川で洗えるし。だよ。川で洗ってるよ。わー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 。近くでやってると危ないよ。これはね、30分500円で予約制のトランポリンですね。でここは屋根のトランポリンです。こちらが屋根なしのトランポリンです。このようにバスケットゴールもついてます。これがスイッチ君のツリーハウス。あ、すごい滑り台もあったんだね。結構早い。あ、そうなんだ。行くで。おう、行ってくれ。あ、すごいね。行った？屋根裏。うん、行ってみて。よいしょ。あ、すごいね。隠れ家だね。いいね。高くない？怖くないの？やめてやめて、揺れるから。うわうわ、さっきのトランポリンじゃんこれじゃ、うん、早く。はいはいはい、君たちは勇敢だね。うわすごいね。あそこ寝れるようになってる。うわ、はい。ママに何言って。パパ、はい、お家だよ。お家、あれ上にも行けるんじゃないの。そう、上行ってみて。あ、あそこ鐘があるよ。鐘鳴らした。え、チンチンだ。あまり大きくなかったね。そうなちょっと予想と違ったね。そうなんだ。ガン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 だと思ったね。鐘を動かして大地、レッツゴー。せーの、まつりせんだぜ。電車じゃないよ、電車じゃ。大地いけるか。俺が隊長だ。分かった。パパは何。パパは2番目の隊長。2番目の隊長。大地は下っ端だったよ。おう、行ってみよう。あ、パパ隊長。パパ隊長なの。でかいブランコ、ブランコ。よし、行くぞ。行ってみろ。教室ではヘビとかいるかもしれない。あ、イノシシがいるかもしれないぞ。おう。バイバイキー。おお。大地。
まずエアワークやってみろ。向こうからだ。ここなんだ。なんかドアがある。うん？うわすごいぞ。いや橋を渡る。じゃあパパが一回渡ってからパパと手をつないでいこうよ。うわちょっとやばいよこれ。すっごどうした？隣では勇敢だ。ねえ、これ水の洗っている植物だって。パパ。ん？水の洗っている植物。本当はね。やるぞ。やるやる。細いぞ。うわ。落ちるよ。今晩はねもうね疲れすぎて今ね外にお風呂入りに行ったんですけど、ご飯はねそのついでにコンビニでもう買ってきちゃいました。山くんたちはね大好きなねローソンの唐揚げ見えますか、うん、でねもうこんなのね普通にいつも仕事の時とか食べてるようなねセブンイレブンの焼肉弁当、もうこれで済ましちゃいます。本当はごめんね、作ってあげたりとかしたいけどさ、ちょっと疲れちゃったよ。いい？ダメ。ダメ？うん。大地くん、今はね、二日目のもう夜、20時ですね。気温は19度。なんか昨日よりもね、少し寒いような、ちょっと冷え込んでる感じがします。皆さんはご飯食べたら？虫もね、ちょっと昨日よりは出てるような気がしてね、なんかね、僕が住んでるところは見ないような虫のような気がするんだけど、そんな虫がね、ちょっと結構いますね。大地、一つも食べないの赤ちゃんだよ。赤ちゃんって言われるよ。まああの薪がね、まだね5、6本余ってるんで、それにね火をつけて、まあそんな長い時間じゃないんですけど、ちょっと焚き火をね楽しもうと思います。ただね着火剤がもうなくなってしまって、ちょっとね今どうやって火つけようかななんて思いながらやってみます。あの子今火つけるからさ。パパ。うん。やりたい。これはちょっとできないな、危ないから。これは見てるだけね。うん。おお。でもこっちについて。僕ちっちゃいし嫌だよ。でもパパ今それやってる。じゃあ今取り替える？座ってた。これちょっと今日持って。大丈夫。なんでお前たちさ。でっかい。ちっちゃい体してさ、そんな大きいの座りたがるの。普通パパでしょ。どう考えた？なんかさ、僕は大地のよりもでっかいやつだね。大地のよりもでっかい方がいいの？ダメなんだもんね、パパはちっちゃいいつなんだもんね。ひらーだって夜、朝もちっちゃいスプだったもんね。つかないかな。ちっちゃい。やってるかな。さよなら。怖いんだもん。ねえ。
に届いたもんね。ごめんね、もう疲れよ。あーい、ま、待って、バスはなくなった。いやー、参ったことにね、着火剤を完全に忘れてきちゃって、ライターもね、ガスがほぼなくて、あと1回つくかどうかの状態なんですよ。じゃあ、あと残ってるのはこれ、ピントが合わないか。今までね、着火剤なるものがあったからつけられたんですけど、完全に何もない状態でね、つけられるかどうか。もしつけられなかったら今日は焚き火ができません。パパやるじゃん。そうだ、パパ火つけます。今から、こうやってるんでしょ。ちょっと待って、諦めるかも。時間もないさ。もう時間がね、21時近くなっちゃったので、まあ、もうちょっと頑張ればね、つけられたかもしれないんですけど、もうこの後はね、インナーテントで子供たちと、ポケモンユナイトも時間が来てしまったので、そっちを優先してね、それで楽しんで今日は寝ようと思います。なんかバタバタしてお酒も飲んでないな。まあいっか。ではおやすみなさい。おはようございます。最終日の朝です。今の時刻は7時10分、気温は17度。ちょっとね、肌寒いので今朝から焚き火を燃やしてます。パパが火つけたんだ。この細いやつ入れるんだよ。ほろ酔いじゃないけど夕張メロン、北海道チューハイになってますね。あとは焼きおにぎりとウインナー焼いていきます。いただきます。おいしい。ありがとう。大ちゃんもウインナー食べる？あっち、ウインナー食べる。これ何のパン？これね、ここに挟んで、あ、ちょっとおしっこしてない。マウンドにおしっこしてない。おちんこ出ないんだよ。出ない？うん、そう、はい。はい、どうぞ。大地、あったかいうちに食べて。どうだ？で、今の時間ね、今8時で、朝食食べ終わって、で、この後撤収して帰るという流れですね。で、ここはね、11時半がチェックアウトになってます。今回のこのキャンプ場をね、おさらいしてみますと、いいところなんですけど、まあこれはね、あのファミキャンをやっている僕の主観になるんですが、ツリーハウスがねありまして、でこちらがね、ちょっとのツリーハウスじゃなく、ツリーハウス兼アスレチックみたいになってまして、これがね、なかなか広大なね、大きいアスレチックになってます。で、僕もね、ちょこっと、まあ、子供が楽しめるぐらいなのかなと思ったら、そのツリーハウスとツリーハウスを木でできたね、この空中の橋、これがずっとこう繋いでいって、ターザンができたりとか、ロッククライミング風なものがあったり、滑り台があったり、隠れ家があったり、こういったものがあって、まずいいところの一つですね。で、次にそのツリーハウスのさらに奥の方に行くと、結構大きなね、滝がありまして、その滝からね、ずっとね、川下に向かってこう川が流れていったところに、橋がね、10カ所ぐらいあるんですね。で、その橋っていうのが、まあなかなかね、この手すりとか補助がついたものではなくて、
横幅がね、だいたい1メーターないぐらいの横幅で、細いものだと30センチぐらいのね、幅の橋があったりとか、まあそれをね、山くん、5歳の子は一人で行けまして、で、3歳の大地くんはちょっと一人じゃ難しかったんですけど、幅が広めのね、橋の方では一人で歩いてきました。で、その橋が男心というか、あの冒険心をね、くすぐるっていうようなね、そんな感じになっていましたので、ただ単にあの橋を渡るだけでも楽しいと思います。次はこちらのキャンプ場ね、完全なあの高規格キャンプ場ですね。まあトイレも、シャワーもすごく綺麗に手が行き届いていますし、こういう樹木なんかもね、綺麗にあの整備されてます。ものすごく自然の中でキャンプをやりたいっていうね、コアな方でしたら、まあちょっと物足りないのかもしれませんが、あの僕たちみたいなね、ファミリーキャンパーなんかにはね、すごくね、手が行き届いてて、いろいろとやりやすいと思います。次に小さなね小川がありまして、ここにねオタマジャクシとかあとカエルがいまして、それを捕まえたりすることができます。でうちの山くんもねオタマジャクシはもうどのぐらいだろう、20匹ぐらい捕まえて、であとカエルなんかはねこれぐらいのサイズとこんなでかいカエルなんかも捕まえてね非常に喜んでました。うちの山くんはねもうほんととにかくね生き物を捕まえるのが好きなので、かなりお気に入りで1日目2日目もう3日目もねその川のところ行きたい行きたいって騒いでました。で他にもね同じぐらいの年齢の子たちもたくさんいまして、その子たちとすごく仲良くやっていたみたいです。ただ注意点が一つ、この水鉄分が結構多く含まれているらしく、結構赤いね色をした水になっています。結構服がね真っ赤っかになったりとかして結構汚れますので、何度も着替えが必要だと思います。あとねこちら標高がね約1100メートルありまして、とても涼しい環境になっています。でこちらだいたい東京と比べると7度ぐらいの気温の差があるみたいなので、今の時期はねそこまで暑くないので、そこまでの恩恵が得られはしなかったんですけど、これは夏場なんかにはかなり恩恵が得られると思います。でいろいろなねサイトがありまして、まあ僕たちは今林間サイトといって木が多く日陰のできるサイトになっているんですが、それ以外にあと浅間山と天気がいい日にはすごく見えるサイトだったりとか、一番人気のトランポリン付きのサイトがあったりとかします。その中でも僕的に一番良さそうだなと思うサイトは、今回僕たちが泊まったこちらの林間サイトです。なぜいいかと言いますと、ツリーハウスなんかがすぐ隣の一番近いサイトになるんですね。僕とママがここでチェアとかに座っていながら子供たちの行方を見てられるんですよね。でこれがねやっぱり地味にね小さいお子様連れの方はいいと思います。なので僕がおすすめなのは今回の林間サイトになります。でここで悪い点いろいろと考えたんですけども、特にね見当たらなかったですねという感じでね以上になります。まず我が家はこのような感じでインナーテントの下に引いてあるグランドシートを外に引っ張り出してきて、そのグランドシートの上にインナーテントで使っていたインフレーターマットとか銀マットとか、あとシュラフ、収納袋などをグランドシートの上に逃がします。次にインナーテントを畳んじゃいます。でインナーテントを畳んだ後がこんな感じですね。でこの後テントを畳むんですけど、うちの場合ね初めの1回ぐらいはぐちゃぐちゃ畳んだんですけど、ぐちゃぐちゃに畳むと手っ取り早いんですけど、やっぱりシワになってしまうので、なるべくねシワにならないように畳んでいきます。テントの方も撤収して畳みました。あとは小物系ですね。こんな感じで撤収終了です。うまくんね、また遊びに来てねっつってる。また休むのにまた捕まえてあげるからね。何？ママのそこにあっちも動き出した。カタツムリ。